当にこの日欧 EPA、これもいよいよ署名式と、そして本当に次から次に新自由主義のもとに自由貿易 TPP 協定も日本は批准手続きを終えたという中で、我々は本当にこの新自由主義に基づく自由貿易というものはどういうものかということを今本当に考えなければならない時です。日欧 EPA、 その前のカナダとの EU との EPA、 これについては FTA でしたか、これについてはイタリア、新しい新政権のイタリア5つ星が連立政権を取りました。その政権下においてははっきりとこのカナダとのイタリアとEU との EPA、 これについてはイタリアは新しいイタリアの新政権はまさにイタリアの農民を守るために反対であるとはっきり表明しております。ましてやこの日欧 EPA についてはイタリアは必ずや反対するであろうと、そうすれば署名式をやってもこの日欧 EPA っていうのは実際には発行しないんじゃないか、こういったこと。自由貿易協定の本質って要するに金儲けのために行政に手を入れるってことじゃないですか、皆さんねえ。要するにビジネスチャンス、これを作り出すために行政に手を入れるとねえ。今国会正直私不満でならなかったんですけどね、最初から最後までですけど、争点が何だかってことがはっきり語られない国会じゃなかったですか。だけどこれほど争点がはっきりしてる国会はなかったんじゃないですか、皆さんねえ。はっきり言いましょう、新自由主義国会じゃないですか、今回の国会ねえ。これをなんで正面切って皆さんね口に出さなかったのか、私はちょっとね不満でなりませんでした。で実際問題、そのね行政に手を入れるっていうそのねこういった協定ラッシュの7月をね目標にね国内法整備をするための国会じゃなかったんですか、これねえ。そのための改悪卸売市場法であり、そのための改悪 PFI 法でありでしょ。その前の国会では主要農作物種子法の廃止、こんなのもありました。で今ね日本列島の西側が水没するんじゃないかっていうようなこの大災害の最中に、これをわざわざこの国の首都でですよ署名式典開いてねえ、大幅に行政に手を入れてねえ、公共インフラはああしちゃおうこうしちゃおうなんていうね、そういう内容の協定について署名するとかしないとかねえ、これほど恥知らずなことないんじゃないですか。火事場泥棒ですよ、火事場泥棒の式典じゃないか、こんなの。そうでしょねえ。そういう意味でもこんなの今許しちゃいけないんですよ。少なくともねえ安倍晋三さん聞きなさいねえ、あんたが新自由主義の亡者だってことはよく分かったよ。自由民主党諸君、あんたの方がそうだよねえ。もう1億歩も1兆歩も譲ったとして、それも立場の一つとして認めたとしても、それでも責任ある立場だったら新自由主義者だって今やっちゃいけないことだろうが。そうでしょ。今行政手続きはそのままにして速やかな復興、それしかないでしょうねえ。日欧 EPA 絶対反対、日欧 EPA 絶対反対、絶対反対、強者のためのパラダイス。この EPA によって日本はどういうことをしようとしているのかというふうに、ちょっとまずですね、水道事業が一番影響を受けるんじゃないかと思います。公共調達でフランスのベリアとかすでに松山市に入ってるけど、それがこれから浜松とかアメリカのいわゆるベクテルとかそういうところが水道事業の運営権、言ってみれば料金徴収権、しかしその災害で設備が壊れたり古くなって壊れたりしても自治体と政府の責任だということで、単なる料金徴収権をやるから、でヨーロッパではパリとかいろんなところでやったものをもう一回水道事業が再公営化しているときにただ多国籍企業のためにやられちゃうという恐れ、もう一つはいわゆる畜産酪農関係が大きな打撃を受けます。